さーて、買い物行ってこよう。どこか行くの？今度、県外の友達のところに行くから、お土産を買いにね。へぇ、お土産は何にするの？群馬のお土産と言ったら、原田のラスクでしょ。原田？ラスク？ガトーフェスタ原田のラスク。あ、なんか見たことあるかも。全国の主要都市でも販売してるから、有名だよね。栃木でも販売してるん？してない。あ、そう。一袋に2枚入ってるから嬉しいんだよね。小腹が空いた時にいいな。チョコレートがコーティングされてる高級バージョンも人気。お、これはうまそうだな。ただし、気をつけなくちゃいけないことがある。え、何？慎重に食べないと確実にこぼす。ああ、ラスクだしね。車の中で食べるのはおすすめできません。お子さんとかは特に気をつけた方が良さげ。てか、こぼさず食べられる人いるんかな？袋を開ける前に割って食べるとか？2枚入ってるから割りにくいんだよ。それで思いのほか細かくなりすぎちゃう。もう、こぼす前提でいいじゃないか。ま、美味しいからいいんだけどね。でも、こういうのって意外と飽きるんだよな、味。大丈夫。アレンジでホットミルクを浸して食べたり、これいいな。ヨーグルトとフルーツ乗せたら高級スイーツよ。うわ、うまそう。これ栃木のスカイベリーとか乗せたら最高でしょ。いや、群馬の弥生姫じゃないとダメ。そここだわる？